あ、こんにちは、こんばんは。お暑い中これだけ集まっていただき本当に嬉しく思っています。実は斉藤さんとはですね、さっきつい15分前、もしかしたらひとひと話が聞こえてるかもしれませんけれどもさっきお会いしたばかりで、打ち合わせを全くしておらず、ぶっつけ本番でほぼ、初めましてというところから始めてみるというのもいいかなと思いまして、全然お話をしておりません。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどうでしょう、この大沢さんの素晴らしいご本をですね、読んでこられたら何人ぐらいおられますか？聞きます、それめっちゃ聞いとこうと思って。あら、意外と。どうもありがとうございます。じゃああれですね、これから皆さんお買い求め、お買い上げいただけるという全体的な購買品ですね。あ、しかも今日のトークによっては買わないかもしれないよっていう。買わせる対話しましょう。わかりました。皆さんが買ってくださるようなお話になるといいなと思います。多分1時間ぐらいですね、当時時計がないですね、1時間ぐらいお話をしてですね、で皆さんにも質疑なり何なりですね、ご自由にお話しかけいただく時間も少し設けておりますので、それから進めたいと思います。で、どういう本か多少紹介した方がいいんじゃないですか。そうですか。それはもう斉藤さんの、先ほど紹介ありました、斉藤さんの書評が素晴らしいんですよ。これを読めばもう他の本読まなくてもいいんじゃないかなってくらいまとまっている素晴らしい書評で、読めてるだけではちょっとあれなんで、私からちょっと説明させていただきますけど、これは日本の30年代でしたっけ、日本の1930年代の批評の歴史を、ざっくりとですね、語り尽くした本なんですけれども、非常に特徴的なのは批評家の内面とかですね、テーマとかどうでもいいということなんですよね。一切そういうのは無視して、論壇のネットワークがどんなふうに形成されて、そこに例えば大谷宗一とか小林秀雄といったそういう大きなハブみたいな、ノートがどういうふうにつながっていてですね、それがどういうふうにこう携帯を変遷遂げてきたかみたいなことですね、非常に比喩的に言えば工学的に語った本ということですね。非常に面白い切り口というか、コラムの卵、これはあれなんですよね。だから、知識だけで書ける本じゃないんですよね。やっぱりアイデア、このアイデアがまずあって、そのアイデアに即して、資料を集めていくとこういう面白いのができるという、すごく白論のお手本みたいなと言っちゃ申し訳ないですけどもすごくアイデア、いいアイデアがあるとこういう素晴らしい論文ができて、さらにそれを単行本化してもらえてですね、でこの後新書かなんか出して、でもね、あんまりあれなんですよ、博士論文を書くってつもりはなくて、むしろ最初の本の依頼があったんですね、実は。すごいですよ。で、あとちょっと話になるかもしれませんけど、ある種新書バブルみたいな時代あったじゃないですか。今でもそうだったんです。あの時に結構いろんなところからオファーをいただいていて、実はなんていうか、ちょこちょこは批評活動やってたんですよ。で、本を出すのが先にあって、で、博士論文で僕あんまり重要視実はしてなくて、通過点で中間報告みたいな感じでポッと出せばいいやと思っていて、だから一応この本はこの本として最初から書いてあることになったんですけど、でも割と多いパターンですからね、博士論文としても通用するような本にしようと、で、そういうすごく素晴らしいアイデアと肉付けも非常に見事にできていて、もちろん大谷宗一とかですね、小林秀雄みたいなものも今までなかったような斬新な切り口で取り上げられていて、非常に文体もキビキビとしていて読みやすい、ものすごい分厚いですよね、これね。何ページぐらい？360ページぐらいなんですけどね。なんですけど割とスッと読めるって感じですね。ありがとうございます。ぜひ、一回一冊でお買い求めいただいて。いいんじゃないかと思いましたけども、やっぱりさっきお話にあったその文体の話はかなりいろんな人に言われましたね。書評も全国各紙全部載せていただいたんですね。朝日読売、毎日は斉藤保さんでしたけれども、日経とかなんとかっていろいろ載せてもらったんですけど、全員やっぱり文体の話を、すごい独特ですよやっぱりそれは。そうですね、そういう意識してません、あんまり。文体意識はもちろんありますけど、でもね、これ、難しいところで、今の時代の人って例えば蓮見茂彦みたいな文章ってこう読めないと思うんですよね。ああいうのらりくらりと、その散文的なその時間性を込めた文章でやっぱもう読めなくなっていると。で、LINE、Twitter 時代の批評文を考えなきゃいけないなっていうのは結構使命感として僕持っていて、で、その誤読しようのない文章を書きたいんですよね。これいろんなところで僕お話ししましたけれども、聞かれるので絶対誤読されない、短文で絶対誤読されないんですね。副文も重文も入ってないので。で、
一応だから多少難しい熟語なりで圧縮してるので二字熟語がやたら多いんですけど、その代わり、まあ、読み間違えないで、なんていうか文末字で、これ東さんも確かデビュー時に言ってたような気がしますが、文末字でやっぱり日本語独特なリズムが出てしまうと思うんですけど、それ抜きでやっぱり名詞とかその重要なポイントだけ、過去の部分だけはポンポンこう流通するような文章を書きたいなって僕も思っていて、でまあなんかごちゃごちゃやってるうちにこんな感じになった。多分その辺の思考は東さんと同じで、うん、だから結果的に似ちゃった感じもありますかね、そうしますと。まあもちろん意識、意識とか影響を受けてる部分もあると思いますけどね、僕自身が物心ついたというか物を書こうと思ったのがやっぱり2000年前後ぐらいなので、まあ、まさに斉藤さんもね文芸誌で書き始められた頃だと思うんですけれども、はい、でそうそうで話飛んでもいいですか、はい、どうぞ。これトークイベントって書店のトークイベントって、まあ、僕も何回かやらせていただいたことあるんですけれども、でこの本を出して以降もいろんな人と会話をしてるんですね、批評家の方々と。で一個分かったことがあって、はい、みんな対話をしてないんだなってことがよく分かりました。対話してない、いろんな批評家の人と喋ったんですけど、はい、みんな対話する気ないんだなと思って、だからモノローグになってるんですよほとんどの人が。でこれ斉藤さんって、まあ、今こう受け答えきっちりしてくださるんですけど、はいはいはい、これきっちりしてる本なんですか。いやしかもめっちゃしてますよ全然もうすらしない、ほぼ自分のことしか考えない、本当に自分語りで、はい、で相手のしゃべる言葉って何か自分の連想を働かせるフックぐらいしか考えてない人結構いて、あですね、はいはい、もう言葉尻を捉えてそこから自動展開自分の頭の中でしてバーッとしゃべっちゃうっていう人いっぱいいるなっていうのはよく分かったんですよね、特に批評家の人。私もね、対談するとなぜかカウンセリングって言われちゃうんですよね聞いちゃうから僕は聞く体制は身についてるので、自分の主張するよりも聞いちゃうんですよ。そうするとね、永遠向こうに喋る展開になっちゃうんですよね。一緒ですから、ね、僕もそれなんですよ。そう僕も聞いちゃうんですよね。そうなんですよね。でやばいですね、これ聞く同士で聞く者同士で、今日は大丈夫じゃないですか。そうですか、だから問題ないですか。そうで、まさにそのダイアローグっていうのを何で話をしたかというとですね、僕の本っていうのはもう結局6ヶ月前に出た本なので新刊でもまあないので、僕の本よりもですね、その斉藤珠樹さんが解説を書かれるというか、まあ、前半斉藤さんの文章で後半出読文献を、まあ、2、3本訳、まあ、斉藤さん自身が訳されたオープンダイアログとは何かっていう医学書院から出てる本がありまして、これが5月の末ですかねに出たばかりで、これまたすごい本で、で僕まあ恥ずかしながらオープンダイアログ全然知らなかった。誰も知らないですか。知らない。あ、そうですね。はい、で、あ、よかった。で、オープンダイアログとは何かって、まあ、まさに文字通り解説してくださっている本で、で、ここにいろんなヒントがあるなと思ったんですよね。まあ、この話もちょっと今日できたらなというふうに思っているんですが、その批評家、まあ、今日批評のテーマなので批評家ってダイアローグ、まあ、例えば唐谷公人って対談集ダイアローグってタイトルつけてるんですね、確かね、はいはい、あれダイアローグなんですかね。いや、モノローグだと思いますよ、結構まずね、モノローグ言ってですよ、彼は結局で基本的に唐谷公人、まあ、唐谷公人さんの話してもあれですけど、唐谷さん の, 共同討議とかシンポジウムとか対談とか座談会ってみんな唐谷さんを内面化して、相手が内面化して語ってしまってるんですね相手が。だから唐谷さんがうんって言いそうなことをみんな語ってるっていう構造になっていてあれダイアログじゃないだろうって正直思うんですね。でもそのだから批評って もしかしたらそもそも、まあ、彼とか唐谷さん自身が批判してた独画論っていうか、つまり、まあ、相手を説得したりとか、まあ、対話するっていうよりも自分が持ってることをひたすらこう延々と展開していくっていう構造にもしかしたら批評自身がなってしまってるところがあったのかもしれない。で僕はそこは変えたいなっていうのはちょっとあるんですよね。ダイアローグにしたい、批評自体ダイアロジカルな対話を批評に持ち込みたいと、はい、なるほど。どのようにしてそれを座談会文化以外の方法で。そうですね、だから文章、まあ、もちろんだからテキストの限界ってすごく感じるんですよね最近。僕の今回の本は極めてある種の批評的なスタイルを取ってるとは思うんですけれども、これってやっぱり窮屈なんですよね、うんうん、これ自体はある意味だからこれまで100年間日本の近代の批評が培ってきたスタイルのなんていうか最終地点にしたいというか、これでもう終わりにしたいっていうところも結構あって、なるほど。
でこっから先はもう全然違うフェーズに入りましょう。まあちょうどくしくもね、なんとか100周年っていうのがここのところ続いてるじゃないですか。で近代文学も、近代文学もまあ120年ぐらいですよね。であのこの本が扱ってるのが1920年代後半からなので、まあ大体90年ぐらい経ってる、90年前ぐらいの本、あのことを扱ってる本なんですよね。でそうなると、そろそろ僕らがこの使ってきたあの日本語の文体なりロジックっていうのは、あの耐用年限を過ぎているんじゃないかなっていうのが正直な感想で、驚かされるのは、その30年代に出てきた座談会とか論壇辞表とか、割と日本独特の形式ですよね。皆さんもご存じかもしれませんけど、この座談会文化って日本だけのもので、欧米の雑誌なんかには まずお目にかからない。インタビューはありますけれどもね、座談会やるなんていうのは日本の文芸誌だけなんですよね。これはまあ、あのこのようになぜかというのちゃんと書いてありますけれども、一つはキャラクター商品みたいな感じで、なさったこととかですね、あるいは論壇辞表っていうのが、まあ、あの一応メディア論的な総合批評とか、あるいはレジュメ的なね、あの圧縮になっていたりとか、いろんな形でこう形成されてきた独特の感謝があるわけですよね。でそれがなんとその90年以上生き延びようとしていると、この状況ですよね。そうです、すごいことですよね、これは、ね、いや本当にすごいことですよ、だって普通に考えたら、あのインターネットもあるし、あの動画、ほらまさにこれも今動画で撮ってるわけですけれども、あの動画メディアがこれだけ発達しているにもかかわらず、紙であの密室で行われた対話を活字で再構成するっていうことを、まあ100年間続けてきたわけですよね。これってやっぱり異常なことですよ。だって伝統と異常なことですよね。異常ですよね。だって別のチャンネルがなかったから、その要するに当時ね、座談会とか対談が活字であの発表され始めた時も、あれある種透明性を求めたと思うんですよ、当時の読者たちは。あのなるべく生の声を聞きたいとか、作家が喋ってるその素振りをあの文字でなんとかさ、あの追体験したいっていう欲望を、あのなんていうか編集者の側が吸い上げて、それを記事化したのが座談会とか対談記事だと思うんですけど、それって結局それでももっと透明的に伝えることができるメディアが今あるわけですよね。にもかかわらず座談会を紙に載せることの意味ってやっぱり考えないといけないのに、編集者の人って今、まあ、全然考えてないんだよね、そこを。まあ、なんとなくこう意味があるかどうかわからないけど、形式として受け継がれてきちゃってる感じですよね、これは非常に問題というか、不思議なことですよね。なぜ滅びずに、まあ、文芸自体が全盛期で滅びると言われながらも、結局あの芸人パワーとかを利用しながら読んでますね。え、そこはそれいきますか。そこですか。そこだって芸人パワー何でも取り込むじゃないですか。あ、でも そういう意味で言うと、あの斎藤さんを前にあのこういうのも、あのもし失礼だったら申し訳ないですが、あの文芸の領域っていうのは基本的にあの近接領域とか外部を常に内部に取り込むことによって、まあ、エンパワーメントし、で次につなげていくってことを繰り返しやってきたあの領域なんですよね。まあ、それは本当に貪欲なまでに周りの領域を巻き込む形で、まあ、まさに今おっしゃったあの又吉さんでも何でもいいですけれども、こうどん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 内に取り込むことによって内部が活性化するわけですね。でこれってあの批評の領域でも全く同じことが言えると思うんですよね。で、まあ、あのまさに斎藤さんがこうしたらと思いますけれども、90年代以降、まあ、日本の文芸批評っていうのは、まあ、内部で文芸批評を出自とした、まあ、文芸批評オリジンの書き手っていうのをなかなか育成することができなくなって、その時どうしたかというと、外から批評が連れてくることを始めるんですよね。でその時にあの一つは社会学で、もう一つは、まあ、心理学ないしは精神分析だったわけですよね。で、まあ、斎藤さんが2000年代前半からあの後半にかけて、まあ、ずっと文芸辞表みたいなこと、まあ、辞表ではないんですけど、はいはい、まあ、リアルタイムの作品をずっとあのなんていうか、あの診断するというか解析するというか、はいはい、まあ、診断ということがぴったりだと思いますが、ことをずっと続けてらっしゃっていて、でその意味っていうのはやっぱり文芸誌の人たちってしっかり考えなきゃいけなかったと思うんですよね。外から取り込んだ以上はですね、あの中 の論理を組み替えるっていうことをしっかり考えなきゃいけない。外から何か新しいものが入ってきたってことは中の秩序が変わるってことなので、今まで通りってことはありえないわけですよね。にもかかわらず外から入れてくるのは入れてくるんだけど、結局同じシステムを繰り返すだけなんですね、文芸の世界って。でそれはやっぱりあの90年代2000年代にまずかったところだなというふうには僕個人は思ってるんですけどね。まあ、振り返ってみるとね、あの非常にあのひょんな経緯で手がけてしまったなという
反省もないわけではないんですけれども、結局だから最初は書評とかから始まって、うん、だんだん文芸誌から声がかかり始めると、うん、と精神科医っていうのはですね、すごく服用した人なんですよ、基本的に。なんでなんですか、そいつ。ちなみになんででしょうね。精神科医、例えばね、ジャズミュージシャンとか結構いるんですよ、プロの。精神科医をしながら、意外というのも、例えば人だけ2人いますけどね。あとコンテンポラリーアートのコレクター、うん、これも3人ぐらいいます、はい、多分日本で一番ね現代アートは持ってるのは精神科医ですよ。へ、はい、多趣味ってことですか、それ。高橋龍太郎って人がね、日本一コンテンポラリーアートを持ってる、はい、新人がデビューするとまず真っ先そこに持ってくるんですよね。ほらやっぱ金があるから、とりあえずクリニックいっぱい経営していて、で、金があるからお金ね、お金と、はい、それから人間の精神に対するいびつな興味があるから、私も含めて、そういう部分が一致するとですね、コンテンポラリーアートに行っちゃうんですよ。私、奇妙な思春期がずっと続いてるわけですね。そういう感じですか。まあ、これは別に有名な話ですからいいんですけど、そういう感じでこう、扶養を求める人がまず多いという現実がまずある。それから、有名な中井沢って翻訳で賞を取ったりしてるぐらいですから、世間的には多分翻訳者として有名だと思うんですよね。なので、そういった意味で、扶養親和性が高い職業と、前提がまずあると。で、特に文芸誌で何か書いたいなんて言われると、これは一種名誉なことなんで、我々にとっては。ついほいほいと乗っかってしまって、気づいたら毎月連載で死ぬ思いをしているというですね。文学界の時はすごく大変でしたね、あれはね。最初の連載のやつですか。文学の将校ってやつですね。毎月締め切りが来るので当たり前ですけど、引き受けたの自分なんだけど、いやもう一回も思ったことないですけどね。でもね、本当にやばかったです、あれは。今話に出てきた文学の兆候という斉藤さんの最初の文学関係の評論集はすごく面白いというか、すごくいい本で、後書きがすごくいいんですよね。締め切りについて書いてるんですよ、確かにね。締め切りが書かせたじゃないですかね。そう、要するに最初まず自分が何を書くかは決まってないと。で、書き始めてから、まあ、ある種オートマティックにこう自動展開していき、で、書き上がったら、あれこれ書いたの俺だっけっていうふうに気づくような文章が自分としては理想だっていうふうにおっしゃっている。自己所属感が低いんですよ。だからもうそういうふうに書けなくなっちゃったんですよね、体質的に。これはでも、一つは多領域だからってもあるんじゃないですかね。いや、本業でもそうです。言いたいことはない。困ったことに、だから論文書けないですよ、あんまり現地論文みたいなのは、かっちり言ったのは。だから書くとしたら、やっぱりなんかアイデアを入れて書くんだけど、そのアイデアっていうのは書き始めないと出てこないっていうですね、非常に困ったことです、これは。でもこれはさっき僕の本についてなんていうか、アイデアと調べることとなんとかっていうふうにおっしゃっていただいたんですけど、僕も実は文章を書くときは書き始めないとダメなんですよ。だから最初に大きな見取り図として、こうなんていうか、ワードマップっていうか、なんていうんですか、アイデア帳みたいなの書く人いるじゃないですか。僕あれできないんですよ。同じです。できないですよね。なんかそのビジネスの人とかもよくツリーみたいなの使うじゃないですか。マインドマップ、ね、マインドマップ、あれ僕全然できないです。あれ結構読んだんですけど、うまくいかなくて。なんかできそうに見えるんですよね。そう、なんかできそうなんですけど、一度も役に立った試しがないですね。ない、はい、いや、10冊ぐらい読みました、マインドマップの本は。10冊ぐらい。で、学生に一応指導するときに、文章を書けた指導するときに、学生には、マインドマップ的なやり方を教えるんですよ、自分使ってないのに。使ってないのにね。そう、で、やり方ができなくて、でやっぱり僕も最初の話で書き始めないことには結局そうなんですよね。そうですよ。だから日にや2個展開していかないと出てこないんで、あれ最初からデジタルにアウトしてるんでうまくいかないと。ちなみに関係ないですけど、三沢さん学生さん何を教えてらっしゃるんですか。僕は文芸学部といって、まあ、日本語、もともと唐谷さんとか渡辺直美さんとか近代の近畿大学の文芸学部というところなんですけど、いろんな人が、批評家の方がたくさんいたところに、まあ後から僕入ったというか、全然だから同時代じゃないんですけど、彼らと。でそこで、まあ、文学を教えてるんですよね。で、まあ、文学だけじゃなくてメディア論とか、なんとか日本文学を、主には日本文学ですよね、はい。でまあ、僕一応研究者としてはどっちかというとメディア論とかメディア史の方なんですけど、まあ、文芸批評の仕事してるので、まあ、それもあって採用してもらったというか取ってもらったのがあって、で学生には文学史、本当に夏目漱石と森鴎外とか教えてます。お、
今あそこにあの菅さんとかいるんですか。菅さんも去年退職されました。定年退職されました。当時のメンバー誰か残ってる方いるんですか。当時のメンバーは一人もいません。一人もいません。奥泉ひかさんの作家のいらっしゃいますね。あ、そうですか。で、術っていう雑誌出してましたよね。あ、そうです、それも僕が入る年に、あの予算の関係で終わりました。そうですか。寂しいですね。そうなんですよ。だからあのことを最後にやっぱり文芸とか文学の置かれてるポジションって本当に今厳しくて、その雑誌も出せないであるとか、あのね、あのアートミュージアム的なものがなくなったりとか、なんかいろんなこう結構あの厳しい状況があって、アートミュージアムね、あとスティリウムね、はいはいはい、そう、あれまあもともと近畿大学が舞台なんですけど、そうですね、そうですね、なんか自分の学校のことをディスるようなことがあるので、あんまり話しちゃいけないんですが、でもあれは残念でしたね。はいはい、で、あのなんていうか、他の領域から人文の中にとか文学の中にいろんな人が入ってくるってすごくいいことだと思うんですね、僕自身は。で、さっき中井さんの名前出されましたけれども、はい、例えば木村敏なんか、まあ、だから、はい、あの日本の精神分析の第二世代って言われるような、あるところでは第二世代って言われるような人たち、あの木村敏とか中井さんとかってやっぱり人文的な素養とか文学的な素養ってすごく豊富に持ってた人たちですよね。すごいですね、半端ないです、それは。で、はい、まあ、ある種斎藤玉城っていう存在もあのその系譜に入れてもいいと思うんですが、非常に光栄ですけど、ね、あの私はもうすっかりサブカルの方の人間なんでちょっと違いますね、それは。で、あ、まあそうです、はいはい、で、いや、いくつかお聞きしたいなと思って、はい、前から昔、まあ、今日初対面なんでいろいろ聞きたいことあるんですけど、一つはなんで文学だったのかっていうことを、もしたまたま今お声が聞いたりだって話もありましたが、はい、なんで文学だったのかっていうことと、もう一個は斎藤さんってやっぱり例外的な存在なんですかね。だから先行者を見ると結構いるわけですよ、うん、精神分析を専門としてらっしゃる方とかで、文学的なそれをちゃんとあって、エッセイとかコラムとかすごくうまいんですよね、皆さん、ああいう人たちって。でそれってでも若い世代いるのかどうかっていうのはすごく今僕興味持っていて、もしいるんだったら会話したいぐらいなんですよね。まず最初の、ご質問からですけど、私もともと病跡学、うん、今日本病跡学会っていうパトグラフィーっていう学問もありましてね、パトグラフィーっていうのは天才の、まあ、精神医学みたいな、天才がなぜ想像できるのかっていうのを精神学的な方向から光を当てる学問っていうのがパトグラフィー、病跡学といって、これはもうドイツのメビウスとかいう人が名前を付けてですね、ずっと伝統ある学問として日本でもあるんですけど、その伝統の中にいたということがあって、まあ、作家の業績に関心があったということと、ただ、ですね、その作家の業績というんですけど、今までの業績学というのはこの作家はこの時期にこういう体験をしてトラウマを負って、そのトラウマがこういう作品のこの部分に反映しているみたいな、そういうベタなものが多かったんですけど、もうそれは時代にそぐわないと考えたわけですよ。なぜかというと、まあ、統合失調症の病気ありますよね。統合失調症、これは非常にある種のキーが入るとですね、ものすごい想像する病気として病性学の中心課題なんですけど、統合失調症的表現を統合失調症と関係ない人が始めたというのが90年代なんですよ、うんうんうん、吉田戦車というものがいて、それからあとデビッド・リンチですね、どちらも、いわゆるその病人として統合失調症ないんだけど、ていうか吉田選手は非常に常識人ですけど、作品にはそれが結果であるものすごい、ものすごい病気としか思えない、うんね、そういうものをなぜか作られてしまう、うん、これは羅漢的に言ったらなぜか虚勢をされてない表現ができてしまうっていうありえない事態が起こってしまうわけですよ、うんうん、こういう意味で見てるとですね、やっぱり単に作家の病理を解明するだけでは病的には止まらないんじゃないかと、作家と時代の相互作用とか社会との相互作用とか、あるいは作家と作品のケミストリーとかですね、そういった部分を解明していかないと、もう今後の病跡学っていうのは無理なんじゃないかということを考えて、そういう関心があったと。でこの方法だったら基本的に病跡学っていうのは存命中の人は対象にしないっていう縛りがあったんですけど、本人を診断しなければ存命でも OK じゃないですか。だから存命中の作家さんの作品もこの手でいけるかなということがまずあったということと、でそこから始めてみて書き始めてみたら意外とハマってしまったということがあって、まあ、作家ごとにいろいろテーマを決めて、それで まあ、ある作家に関しては文体でやってみたりとか、一番ベタに聞き取られたのが石原慎太郎さんでしたね、うん、彼だけは体質と作品が深
深部に結びつきすぎているので、すごく面白かったですけどね。それでもさっきの話で言うと、はい、例外というか、はい、本当は面白くないパターンなんじゃないですか。吉田選手と真逆、正反対なわけですよね。だから本人と作品とが乖離してるっていうのが面白かったわけですよね。ただ、それも細かく見ていくと、どういう人がベタな作品になって、どういう人は乖離して作れるのかみたいなところが僕らに見えてくるっていうのがあって、それはそれで面白かったということがありましてですね。だから本自体は僕は結構好きな、自分では好きな本で、そんな売れませんでしたけど、作家20人ぐらい取り上げたのかな、結構いろんな人について、あまりない角度から論じたつもりではいますけど、いや、あれは、本当にあれ品切れですか、今絶版というか、なっちゃいましたね、確かね、あれはね。あれはでもちょっと復活させてほしいですね。あれはデザインも随分凝りましたんでね。あ、そっか、エジプト文字みたいなやつが、そうですそうです、鈴木仁さんにお願いして、非常に凝った私はあの中では中原正彌論が一番好きなんですけど、やっぱり今一つその辺は反感を買ってしまうようで、この間渡辺美波さんと対談されましたよね。僕が、渡辺さんにケチョンケチョンって言われました。分かってない。なんだっけな、なんかこう、そうだ、一番多かった誤解は作家を診断してるって言われたんですよ。作家を病人扱いしてると、その線から批判されたんで、すぐ反論を書きましたけどね、新潮かどっかに、そもそも出発点のところから批判されたちょっと、とかまず斉藤環という存在自体が批判されてるような、精神科医が文芸評価だったら絶対診断するんだろうという先入観が強すぎて、ちょっとだからそういった意味では不本意な批判だったかなと、もう少しこう手法とかね、そういった部分を、あるいは私の無知な部分とかいろいろ教えてくれれば素直に受け止めたんですけど、誤解から誤読されたらやっぱりそれは反応しますよね。そういうのが結構ありました。作家さん本人からも結構そういう反発があったように思いますね。診断は多分ほとんどしてない、石原慎太郎さん以外してないですけどね。ぜひ皆さんも、でも本屋で手に取れないんですよね。まあ文庫化を望みます。図書館とかに入ってはい。でもう一個何でしょう。だから斉藤さんみたいな人ってどんどんトレースするような人が出てきてもいいのになと思ってたんですけど、あのですね、それは一つ、また話が長くなっちゃいますけど、精神科医の批評に関わるときはほぼ間違いなく精神分析の角度しかないんですよ。でしかも事実上それはフロイト・ラカンのせいしかないんです。精神分析はメラニー・クラインもいるし、コフルトもいるし、エリクソンもいるし、いろいろいるんですけども、もうフロイト・ラカンしかないんですよ。だから批評的な文章を書いてる人は大体この線だと思います。例えば京大の新宮和茂先生もたまに書きますけれども、非常に面白い文章を書きますけれども、そういう立場の人ですし、それからご本人は美容整形外科医なんだけど、ラカン派の藤田博さんとかそういう人がですね、文芸はあんまり書いてないかな、でも人形とか好きなんでそういった批評文を書くことがよくありますし、やっぱり欲望とか関係性の分析になってくると、どうしても精神分析の独占上みたいになってしまうところがあって、事実上これは、ラカニアンもしくはそれに近い立場の精神科医のみが関わってきたと。例えばね、現代思想とかだと最近よく書いてあるし、松本拓哉さんとか、あの人も現場の、あの人は現場で、バリバリの精神科医で、あの人もラカニアンじゃあバリバリのラカニアンで、ですよね、期待の新星ですけれども、彼はもう書かせれば書くんではないかと。ただ私が地獄したいのは、もう少し待てと。今書いたら絶対消耗してしまうと。はい、もうちょっと何かですね、声になるものを見つけてからやらないと、今まだ彼は羅漢の紹介者として非常に優れてる。だけれどもまだですね、自分の核になる臨床の場面をまだ作れてないと僕は思うんですよ。斉藤さんがその外のものを書き始めたのって90年代終わりぐらいだと思うんですけども、98年に引きこもりの本と、理論書の文脈の2つ出して、で私は基本的には引きこもりの斉藤と言われてるわけですよ。で、まあ、引きこもりさえ抑えておけばとりあえず臨床やってると、いや本当やってますけどね、まあ、やってないと思う人は何でも多いか分からないんですけど、やってますから、ちゃんと週3日やってますから。今この間も言われましたよ、誰だったかな、あれは本当に患者見てんですね。そう多分ね、私自分の文章に絶対今日患者さんにこんなこと言われたら絶対書かないからだと思います。ああ、なるほど、はい、
毎回毎回書いてればアリバイ証明になるんですけど、うんうん、あのそれ書くとやっぱり会社さん不安になっちゃうんですよね、うん、いつ自分のこと書かれるか分かんない。そうですね。いやそれは書かない、うん、書かないと履修やってないと思われるというジレンマをどうしたら言いましょうかね、うん、こうやってこと断ることに宣伝するしかない、笑い取るしかない。しかもね、ツイッターみたいなものがあるからね、はい、例えばなんか全部書いてあると、あそこに全部書いてると思う人いるんですよね。そうなんですよね。でなんかその例えば僕ってあんまりこう自分の今やってることってあんまり書かないとか告知ぐらいしかしないんですけど、そうですよね、あの本当にそれこそ編集者のレベルでもそういうのあって、こんなにちゃんと原稿やってくれてますかみたいな、いやそんなじくじツイッターでこう、ね、そう報告するわけないだろうみたいなのも結構あって、足抜きに前はかけませんよね。うん、そうなんですよ。でも、ね、ツイッターを書くってことはやっぱり仕事してるってことだと思うんですけどね、パソコン前に座ってるってことですよね。いや、編集者的には原稿書けた話じゃないですか。そうですよね。そんな暇があればっていうことですね。で、そうか、だから斉藤さんが書き始めたのってだから90年代終わりで、だからその今顎とかで連載されたのっていうのは、今顎は96年なんですよ。96年ですよね、はい、で、それって何歳だったんですか、その時。96年から30代の後半だから35、6歳ですかね。じゃあ松本さんもそれぐらいまで待てと、はい、もうちょ待った方がいいですね。まあ、彼だとか83年生まれだったはずだから、臨床的センスがあると思うので、それを発揮する前にマスコミの寵児になってしまうと、うん、必ず消費されちゃうんですよ、うん、そう、あのそれぜひ言いたいのは、はい、局外者を取り込むのはいいんだけど、ものすごい気で消費しますよね、うん、あれは問題です、うん、あのガーッと仕事を押し付けてで消費されちゃうという感じ。そういやだから、うん、さっきちょっと言いかけたのその話だったんですけれども、外から取り込むのはまあ大いに結構なんだけれども、結局あの自存するためというか、自分がこう回転するためだけに取り込んでしまうっていうのがあって、そうですね。でその書き手だから、それって結局まあ確かに短期的にはあの持つんですよ、あの分断という場が延命するためには意味があるんだけれども、結局まあ書き手を育てないことになっちゃうんですよね、それって。そのやり方を文芸の新人に、文学の領域に入ってきた作家たちにも同じことをやっちゃうんですよ。結局まあふわっと使い捨ててしまうっていう体質が残ってしまうっていうのもあって、そういう意味ではだから外から入れる時にこそ意識的になってほしいなっていうのがまあ僕の中であって、でうん、でまあその外と中とのこう相互交流って結構いろんなジャンルで行った方がいいなと思っていて、でその意味で言うとあの今回のこのオープンダイアログについてなんですが、あのバフチンの理論が結構使われてるのが結構衝撃で衝撃なんですよ。いやこれいい話だなと思って、はい、でそのまあちょっとずつこれで8年代の話もちょっとしなきゃいけないなと思ってまだ全然してない。そうそう、あのタイトルに掲げた以上は8年代の話、もしかしたらいらっしゃってる方が俺80年代の話いつやるんだっていうふうにあのなっちゃいけないんで、あのちょっと8年代の話も絡めながらね、はい、あの話してみようかなと今後で考えてるんですが今考えるのかよって、あの80年代に批評理論ってぶわっとたくさん、まあ、70年代後半ぐらいにいわゆる構造主義とポスト構造主義みたいなものがあの日本には圧縮してガッと入ってくる時期があって、そうですね、でバフチンなんかも多分あれ著作集が出たのって79年とか80年ぐらいだったらしいですよね。そうで、その後コンスタントに80年代前半にバフチンの本、あのミハル・バフチンっていうあのロシアフォルマリズムというか、まあ、1920年代にあのロシアの文芸理論をしっかりと構築した、あ文芸評論家といったらいいんですか、思想家といった方がいいですね。文いやもうジャンル規定できないんですよね。だから言語活動全般なんですね、彼ね。言語理論とか、はい、あの文芸批評とか文学理論とか、まあ、いろんな領域に影響を与えたミハル・バフチンって僕もすごく影響を受けたとかすごく読んでた時期がありましたが、あのそういう理論家がいまして、でその人が、まあ、あの70年代終わりから80年代に日本にバッと輸入されてきて、で文芸批評なり何なりの領域で、まあ、数あの援用されたりするようになるんですよね。でその頃文学だけじゃなくてですね、あの結構こうコンジャンクチャーというかいろんな領域が相互交流した時代でもあって、70年代後半ってそれこそ記号論とか都市論とか身体論とか情報論みたいな、あのいろんなジャンルが、あのいろんなジャンルの書き手が一緒にまあ考えるって空間あったんですよね、うん、でそういったところに、まあ、バフチンなんかもポイント入るといろんなジャンルの人がそれを使うっていうのがあって、でそれが、まあ、ある種80年代前半のニューアカデミズムっていうのを経て、で一般にも浸透していくと、であのその頃までにはまだなんとかあの相互交流とかコンジャンクチャーとかごちゃごちゃ感っていうのはあったと思うんですが、90年代になるとそれが一気に整理されちゃうんですよね。で、あの多領域にその他の領域で
あの醸成された理論を使うっていうのがあんまりされなくなってしまっていて、で結構それってもったいないなと思いながら僕学生時代を過ごしていたんですよね。90年代すごく理論的にはあの窮屈な時代だと思うんですよね。構築主義だし、だから言語によって全て社会の構造物って作られているのでとかっていう構築主義が全盛だったし、あるいはあのカルチュラスタディーズとかポストコロニアルっていうものがすごく全盛だったわけですよね。で、ああいった時になんかこうもっと70年代後半とか80年代のごちゃごちゃ感ってあの復活しないのかなっていうふうに思ってたりしたと。で今回のこのオープンダイアログとは何かを読むとですね、実はこんなところにバフチンが生きていたっていう衝撃の事実を受け取って、これはいいと思って。実はバフチン理論ってあの治療の現場でナラティブセラピーっていうのがあって、そこで結構使われたんですけども、全然このセイクラさんっていう人は全然違う文脈から取り込んできた人で、非常にあの面白い使い方をしてますね。まあ簡単に言えばバフチンはダイアログについて語った、ポリフォニーについて語った。ですごく圧縮して言うとモノローグ独り言よりもダイアログの方が健全であるという話なんですよ。これはだから精神病の人はだからどんどんモノロジカルな過程に取り込まれていって、そこで悪循環にはまっちゃうので、それをダイアログに開いていくとなぜか改善が起こるみたいなね、そういうすごく荒ければそういうストーリーです。どうやってそのモノローグをダイアログを開くのかってところに我々専門家のスキルがかけられてるわけなんですけれども、まあ、でも求める方向というのはそっちの方向で、それは治療を求める、治療を施行するっていうよりもダイアログをというのはしていきましょうというような、そういう話なんですけれどもね。で本当にあの今おっしゃったように、ワクチンはあるわ、リオットあるわ、デリタはあるわ、何でも取り込んじゃうんでしょう。びっくりしました。こんなところに、その70年代、80年代にあれだけ日本があのなんていうか議論してたものが生きてるんだっていう。ただ せっかく出してくれたんで、そのことに関してもちょっと、基本につなげて申し上げたいんですけど、70年代から80年代っていうのは、評価思想界において統合失調症っていう、まあ、精神分裂病っていうのはすごく特別な位置にあったんですね。現代思想が精神分裂病特集とかやった時代なんですよ。で後書き読むとあの精神分裂病は人類の希望であるとか書いてあるわけですよ。可能性をね見てるんですよ。そうそう80年代前半まではそれありました、ね、なんでかっていうと精神分裂病っていうのは究極の他者なんですよ、思想における理想の他者なんですよ。あの体さんなんかいうところの他者でもあるわけですよ。話が通じない他者の理想家だったんですよ。でその他者に向かって思想を発展していくべきであるみたいな理論で、ラカンニアンが何で受けられたかというと、ラカンこそ、統合失調症の精神分析を成功させてくる鍵を握った人物に違いないという幻想がまだあったからで、今はそれは違うことははっきりしましたと私は思ってますけれども、当時そう思われていた、まだそう思われているんです。すごくあのラカンの輸入は精神分析の文脈ではなくて精神病理学という全然違うジャンルでなされたという経緯があります。でこの本 の一つ書き上げたところは、その統合失調症に対する治療なんですよ。オープンダイアログというのは対話だけで統合失調症が治ってしまうという本なんです。だから衝撃を受けている、多くの人が衝撃を受けている。私もそれがなかったらこの本を訳すのは全然思わなかった。そういう衝撃があって、で実は統合失調症も社会構築主義的なものの産物であって、それであの対話をうまくやっていけば治るんだという発見は、これは精神医学がひっくり返るかもしれないこととあると同時に、その80年代に我々が見ていた統合失調症幻想みたいなのがいかに、根拠が薄弱だったかってことも、まあ、身も蓋もなく分かってしまうという意味でもかなり画期的なものであると思いますが、まだこれ実践できないのでリスクもあってですね、やっぱり薬使わずにやるってなかなか我々も怖いので、最初はもう少しあのマイルドな疾患からとかって腰からやることを考えてますけれども、実践がだんだん進んでいくとですね、そういう領域に行くかもしれないと、まあ、少なくともフィンランドでは治っているということなんで、そういう可能性を秘めているという点でもちょっと興味深い、バフチンが統合失調症を治していると言ってもいいわけですよ、ね、あのご存知ない方のために少しだけ解説をすると、そのポリフォニーっていうあのバフチン、ミハル・バフチンの中であの有名な概念がありまして、まあ、ポリっていうのは複数ですよね。でフォニーっていうのは声ですよね。で多声性とかっていう、まあ、日本語では訳したりするんですけど、多い声ですよね。で小説なんかは基本的にはあのバフチンがあのなんていうかあの小説を分析するときに
あのドストエフスキーとかを取り上げて、あの結局小説が多性的に出来上がってる、あのとにかく主人公一人があの考えてることをバーッと突き進んで、まあ、ラインというか一直線でこう描かれてるんではなくて、まあ、いろんな人 の, そあの声がこうなんていうか入ってくるような構造になってる、それ自体を分析しないとダメじゃないかってことを、まあ、バクチンが簡単に言うとです、かなりざっくりとした言い方ですけども言っていて、でそのポリフォニーっていう概念を、まあ、実際に実践の中につなげてみようっていうことを、まあ、オープンダイアログの中ではやっているんですよね。僕これ批評の中でやりたいわけ、これを難しいです、難しい。まさにこれを、はいはい、最初にちょっと話をしたのにつなげると、あの批評家の人たちってダイアログしないんですよね。あそこをですねちょっと深めたいんですよ、はい、確かにダイアログの方がいいんですけど、はい、ただですねダイアロジカルな人ってひょっとしたら批評に向いてないかもしれないっていう可能性もちょっと考えていて、ちょっと考えていて、いやそうだと思います。個人的な人の方がはるかに面白い人を含むんじゃないかと思ってですね。そう、ここをどうするかなんですよ。そう、はい、そうですよ。精神分析みたいなことをやる人間、大体人が悪い人間と、うん、ラカンっていう人も非常に邪悪な人で、彼の面接は相当ひどい面接なんですけど、その理論はすごく批評の上では使えるというところがあるんですよね。コミュニカティブな方に開かれすぎるとなぜか批評が成立しなくなってしまうという事態があって、例えばさっきから名前出た東博樹さんとか、ある時点までは精神分析というタイトルの論文とか書いてるわけですよ、うん、ところが途中から精神分析はもうダメだみたいなことを言い出してですね、これからもう本格的にやるんだみたいな話になって、最初の10年以上前の対談でそれはいいんだけどその方向に行っちゃうと批評に関しては難しくないんじゃないですかという話をした記憶があるんですが、うん、実際彼自身が書く批評文というのはその後だんだん減っていった印象があるんですよ、うん、もちろん部分的に書いてますけれど、ただ書くときはなぜか批評 の精神分析の言葉を使ったりするんで、うん、これは何なんだろうと思ったりするところもあるんですけど、うん、やっぱりそういうですね、で精神分析っていうのはモノローグなんですよ、典型的な、うん、僕に言わせればダイアログに見えますけど、ラカンの、4つのディスクールっていう図がありますよね、対話の図式を 4つの類型に分類した有名なシェーマがあるんですけど、これは要するに相互性がないってことです。相互性がないことを意味しています。モノローグが4つのモノローグの形態が4種類ありますよって言ってるに等しいので、やっぱり精神分野の語りっていうのは知識を独占している専門家が、まあ、無知とは言わないまでも、自分で自分のことを分析できないクライアント の無意識を解明してあげるというふうな一方通行のものであるという認識があって、でこの構図の方が多分面白い評価を書けるんじゃないかという怖い認識があってですね、うんうん、そこを反駁していただけるとダイアロジカルな批評の道のりが開けるかもしれないという。なるほど、いやそれは本当によくわかるんですよね。そうそう、いや批評は完全にモノローグであるべきなんですよ。多分そうですね、多分でも、はい、最初に言ったようにこれだと結構限界が来てると思っていて、最初になんでその文章というか日本語の限界というか、そのいわゆる批評的なスタイルの限界を感じてるかっていう話を、まあ、最初にちょっとしましたけれども、そこにつなげるとね、やっぱりある種こういう場で喋ったりすることも、これ別に僕だけじゃなくても東さんが言論カフェっていう場所を作ってることもまさにそれの一つの表れだと思うんですが、こういうのも込みで批評行為だっていうふうに考えるべきだろうなと思ってるんですよね。でむしろ文字これだから僕よりも東さんの意見になるので僕は言ってもおかしいんですが、別に書かなくてもいいと思うんですよね。で喋ることでだからそもそも批評とは何かっていうちょっともうちょっと突き詰めて考えると、ある種まあメタコメンタリーですよね、うん、で僕別のところでちょっとこれ喋ったことあるんだけれども、例えば本を読みながら波線を引く行為とかで僕らやるじゃないですか、あれもある種批評っちゃ批評じゃないですか、うんはい、であるいは、まあ、昔の人たちって赤い墨で良かったところとかにポン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 ってこう点点打っていくんですよね、墨でこれ良かった、はい、こう点を打っていくんですよ、はい、でテンション上がりすぎるとプワーッともうめっちゃもう点ばっかりになるわけ。てか僕らも本読むときに全部線引いちゃうことあるじゃないですか。でこれはやっぱり自分のテンションの表れなんですよ、あれって。でそれもある種批評だと思うんですよ。で実際にインターネット時代においては例えば読後感をシェアするっていう行為って一般化されましたよね。で例えばここには
80人の人が線引いてます、まあ、線というか、まあ、あの付箋を貼るっていうあのデジタル的な行為なんだけれども、ここには80人の人が付箋を貼ってますよってことが電子書籍上で可視化されると。 Kindle ありますね、ありますよね、で、あれがまさにあのいい例だと思うんですけれども、どこにあのググッと来たかっていうことを表明するっていうのはやっぱり批評行為だと思うんですよね。集合的批評ですか、ね、うん、で、それが今まではまあデジタルが、それまでは技術的には不可能だっただけで、で、あのその江戸時代にその墨でポン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 って検点打ってたのが、例えば明治時代になると活字で、あの書き手の側があのここいいだろっていうところをもう事前にあの点を打つような形になって、それが最終的に棒点になっていくわけですよ、僕らが今使ってる。でもこれも100年とか200年のスパンで見るとたまたまのものであって、すごく限定的なあの技術なんですよ。で、僕もう一個その先に行きたいなと思うんですよね。てか、その先に行くためにはどうしたらいいのかってそろそろ考えなきゃいけない局面に来てるのに、僕らそれ全然考えてこなかった。で、批評っていう概念をもうちょっと広げたいんですよ。そこで伺いたいんですけど、批評はやっぱりあった方がいいもんですか？批評はあった方がいい。批評の機能とは何ですか？批評の機能というか、そもそもやっぱりそのコンテクストを解説する人がいなければ、はいはい、時間線テクストは絶えないんですよ、やっぱり。あの結局、あのまあ、僕例えばさっき大学で日本文学を教えてるって話しましたけれども、あの夏目漱石はまだしも、例えばあの源氏物語にせよ何でもいい、堤中納言物語でも何でもいいですけれども、ああいった過去の古典ってあの連綿と続いてきた注釈学っていうのが存在するからこそ、僕らってそれ享受することができるわけですよね。で、あれ間に注釈する人が500年間くらいいませんでしたとかになると、あのその作品自体が残ってない可能性あるわけですよ。だから常に作品と伴走する注釈者って必要なんですよね。で、その冒点にしてもそうだけれども、僕ら冒点のこともあのルールが分かんなくなってるので読み解けない、それは当たり前ですよね。あのこの間冒点についてのルールをまとめてくれる人なんていなかったわけですから、だから結局これは何なのかってことを解説する人があの同時代あるいはちょっと遅れてでもいいので必ず伴走しなきゃいけないんですよね。じゃなければあの素晴らしいテキストも一級のテキストも残り得ないっていうのが、まあ、僕自身のずっと思っていることで。そうですね、あの全く同感で、あの精神分析が何で批評にかかるのかという疑問をよく言われますけれども、つまり、個人の心を扱う理論としての精神分析がなぜ作品批評とか社会批評に使えるのかという問いかけが時々ありますけれども、これはある意味当然なんですよね。なぜかというと、あの個人の心も社会のありようも、まあ、象徴的な構造を持っていると、つまり同じ構造を持っている、構造が共通している、だから同じ手法が使えるというそういうロジックなわけです。で、作品の成り立ちもだから象徴的な構造から生み出されてきたということで、そこからあの批評の手法に応用可能性が開かれると。で、私が理想としているのは、あのフロイトがね、イエンゼンという人のブラディーバーという小説を、精神分析した。で、イエンゼンという人は二流の作家で、他の作品何一つ残ってないんだけど、フロイトが見事に見てきたおかげでブラディーバーだけ残っていると。僕の理想とする人はこれで、あとあの独特の文脈で予想もしない解釈を見つけ出して、それで結果的に作品の評価がまた変わってくるとか上がってしまうとか、そういうことができれば非常に素晴らしいなということがあるんですが、そこで伺いたいのは、もう一点伺いたいのは、批評といっても、まあ、あのクリティックですから、時にはネガティブなことを言ったりとかポジティブなことを言ったりするんですよね。僕は自分に一つルールがあって、僕は副業批評家なんで絶対人はけなさないと、まあ、あの例外があって売れてる本っていう書評欄があってですね、あそこは本を社会現象として読み解く欄なので、その親子がまた何か書いたとか言えばそれはめちゃめちゃけなしたりするということをやるわけですけど、基本的にはだから取り上げる本は評価してるっていう前提ね。そうです、それが前提なんですけど、それについて何かご意見ありますか？いや、それは全く同感で、はい、あ、これだから難しいところですね。でも例えばちょっと位相を変えると、あのカスタマーレビューってありますよね、アマゾンの、はいはい、で、すごいけなしてる文章を書く人って星1だこんなもんっつってあの何が星1だっていうふうに思うわけですが、あの何の資格があっても星1だっつってんのって思うわけですが、でもまあ結構罵詈雑言書く人いるわけじゃないですか。で、罵詈雑言書く労力ってすごく無駄だと思うわけあの罵詈雑言書く時間があったらもっといい本を読めばいいじゃんと思うんですよね。その労力をもっとポジティブな方に使ってほしいと
思うんですよね。バリゾーも書く間にやっぱり自分の気もめいってくるし、いやもしかしたら書くことによってスカッとする人もいるのかもしれませんが、まあでも大概はクリエイティブな活動ではないです、それは。だからやっぱりその時間があるんだったら、もっといいもの、もっといいものっていう風に、てか読みかけたら、読みかけてダメだと思ったらもうそれすぐ壁にぶち当てて捨てて、で次に行くっていうことをやればいいんですよ。なのになんでそんなダメ出しをみんなするんだろうなってずっと思っていて、なので結局ダメな作品を取り上げると僕もあまりしたくないんですよね。でもそれってまあ結果的には褒めてばっかり、さっきのまさに全部書いてないよっていう話と一緒ですけれども、さっきのなんていうか、信条してますよってことを本の中でわざわざ書かないっていうのも同じで、生活を全て書いてないのっていうのは当たり前だと思うんですが、例えばなんかこの人褒めてばっかりいないですかっていうふうに見えちゃう可能性はあるわけですよね。そうですね。斉藤さんは基本的に褒める本しか扱ってないわけだから、まあ、基本そうですね。だけどそこはもうちょっとそのルールが浸透するといいですね。私は褒める本しか取り上げませんよって。な、一度だからそこをやっぱり批判されたことがあって、褒めるだけでは作家が甘やかされて良くないみたいな話があったんですけどもね、まあ、別に私教育する立場じゃないんで別にそれはどうでもいいと思ってたんですけど、ね、あでもその例えば今、はい、群像という雑誌の創作合評とか、はい、今やってるんですよ。あれは結構やってるんですか。やってるんです。今やってますか。あ、けなさなきゃいけないじゃないですか。結構けなしてます。けなしますか。皆さんも新人だから読んでいただけるといいと思いますが、うん、結構あれは批判してたり、和田有沙さんとか金原ひとみさんとかを15年ぐらい彼女たちデビューしたってことですよね、はいはい、まだこのレベルかっていう結構言ってたりしちゃってそれちょっと反省してるんですがなんかもっとポジティブな評価してもよかったかなと思いながらとか、あとなんか文学界に小説新人月表っていうのがあるんですが、あれをまあやり始めたのは僕文芸誌とかで書くようになったきっかけで、あれ5年前ぐらいに僕やったんですが、その時もやっぱりほとんど批判になっちゃったんですよね。で、まあやっぱり批判すべき時はまあした方がいいと思いますけれども、うん、でも積極的に取り上げ、あれしなきゃいけない、お題を与えられたもんだからしなきゃいけないから批判になっちゃうだけで、どうしてもその枠ですからね、うん、あれはね、そういう枠ですから、ね、自分からわざわざ例えば長い文章を書く時にこれを取り上げてきちょんきちょんしてやろうっていうのはあんまりないかもしれない。わざわざやらないですよね、うん、それだったらもっといいものを紹介していきたいなっていうふうに思っていて、学校の話は私も来ましたけれども、うん、そういう縛りがあるのでそれをちょっと丁重にお断りするというふうにさせていただきましたけれども、うん、今あれされてたんですね。で そうなんですよ。その辺から文芸誌で書くようになっていて、で その意味で言うと、なんていうか、まあ、いろんな領域、例えば、僕がものを書き始めるタイミングって2010、まあでも待てよ、2010年前後ぐらいに書店イベントって結構僕出て喋ってたんですよ。それはどういう立場で喋ってたんですか。だからその、はい、月表とか、まあ、なんとか、いや、なんでだろう、ちょっともはや忘れましたが、なんか何度か、これがでも一応著作という、ね、そうなんですよ。一応本としては著作なんですけど、文章はまあ結構書いていて、で書評家としては認識か、認識か、いやそんなのないと思いますけど、何もでもなかったんだけど、なんか純駆動の新宿店ってよく書店イベントやってた時期が2010年ぐらいにあって、なんか呼ばれて時々喋ってたんですよね。あと他店ですけど神保町の生徒とかで喋ったりしていて、でそれがまあ2010年ぐらいだと。で頃ちょっと今思い返してみると、ほら0年代ってことがやたら言われていて、2000年代後半ぐらいになって0年代って言葉が生まれ、で2000年代何だったんだろうかっていうことを表現するときに0年代っつって、でまあこれ東さんも言ってたような気がしますが、全部ゼロになるんだよっていうことをちらっと言いかけた瞬間があったんですね、東博之さんと。で周りのみんなも結構ゼロにリセットしようよみたいな雰囲気があって、僕これやばいなと思ったんですよ。やっぱり最低限の教養主義的な圧力の中でしか物書けないだろうっていうのが僕はあって、でさっきも言ったように連綿と蓄積、注釈をするっていう作業を続けてきたからこそ、その蓄積があるからこそいいテキストって今でも残ってるし、それこそ、まあ、ドストエフスキーでも今でも読めるわけですよね。夏目漱石でも今でも読めるわけですね。でもこれって途中で注釈する人がいなくなったりすると判読不可能になるわけですよね。だから蓄積ってやっぱり捨てたもんではなくて、やっぱりとても大事なものなんですよね。なんだけれども、みんななんかこう結構ゼロのところで自由に論じてもいいやっていう雰囲気がふわっと一瞬あったんですよ。そこら辺はどうなんですか。80年代に似た雰囲気なんですか、ね、ちょっとそれもあったと思います、ただ80年代の前半のそのニューアカデミズムっていうのは
僕別のところで昭和末期教養主義っていうふうに名付けてるんですが、一応あれは教養主義のパロディーだ、パロディーではあるんだけれども、やっぱり教養主義ではあったんですよ。みんな無理して高い本を買ったりとか、まあ、よく言われるように浅田彰の構造力ってあの本普通の人は読むはずないんですよね。ところがああいう本が10万部売れたりするっていうのはやっぱり異様な事態で、でこれやっぱり背伸びしようっていう一般教養大衆っていうのがいたからこそなんですよね。失われたのは背伸びなんですよ。そう、失われたのは背伸びです。そうです。そうで0年代に背伸びなんかじゃったんですね。そうで、やっぱり背伸びっていうのは教養主義においてすごく大事なことで、で、まあ、あとスノップであることね、はい、格好頭いいふりをしたいとかバカだと思われたくないとか、読んでないのに読んだふりをしたいとかっていうスノビズムっていうのはやっぱりすごく大事で、はい、でそれがなくなって、知らなくて知らなきゃダメですかとか、なんか学生とか結構言うんですよ。なんかこのなんか映画とか見せても、いやこれは全然面白くない、私が理解できないんだからダメな作品に決まってるみたいなことを言いつけて、でそうなると教養主義って機能しなくなりますよね。でその意味で言うと80年代前半のあのニューアカっていうのはまだかろうして教養主義の最後の、まあだから本当に出がらしというかパロディではあれで教養主義が機能してたと。でそれが2000年代前半は全くその点では機能しなかったと思うんですね、教養主義。まあ、90年代までは批評空間もありましたからね、うん、一応背伸びの残滓みたいなのが残ったと思うんですけど、それが、まあ、編集の方が亡くなったこともあるんですけれども、うん、雑誌が亡くなってしまって結局あの伝統が途絶えてしまうと、うん、でその後むしろサブカル批評中心になってきて、まあ、小説なんかにもアニメゲームブロンズの方が、トレンドであるといったようなですね、認識も後押ししたかもしれませんが、0年代は確かにそういった意味では別の意味で何でもありになってきた、うん、背伸びをしない何でもありという最悪の状態かもしれませんけどね。いやそうですよ。だからでその中で僕は物を書き始めたんですよね、うん、でこれはまずいと、でおこがましいですが何とかせねばならんと、はい、でとなると教養主義が機能した時代と、あるいは教養主義のある種こうこの僕の今回のこの本の中では出版大衆化っていうのが一つキーワードになってるんですけれども、出版大衆化つまり全く知的なものにもアクセスするような資格がないと失礼なんだけれども、もともとは興味がなかったとかいう、あるいは時代が違えばその人が手に取らなかったであろう本も手に取るような状況になるって、まあこれってだから出版っていうのが広く大衆に普及したってことなんですけれども、それが起こったのはどこなんだろうかってことを遡ったときに、まあ、1920年代後半から30年代なんですよね。円本ですか。円本っていうのが1926年に、はい、1円1冊で買える全集、しかもすごくギュッと凝縮したすごくお買い得な本っていうのが売れて、でそれはまあもうちょっと遡れば1923年の関東大震災によって東京中の出版社なり本屋が焼き払われてしまい、で本がないで、みんなやっぱり活字 の欲望に飢えてたわけですよね。でそこに応えるべきアイテムとして1冊1円の文学全集っていうのがブワッと改造者によって売れ始め、で他社もこぞって真似をするという流れが来て、でその時に雑誌もついでに売ったれみたいな感じで雑誌もすごく売れるようになっていき、でいろんな人が出版物を手に取るような時代だから、特定の人たちに囲いこエンゲージされてた、囲われていた知識がぶわっと広がる瞬間が20年代後半から30年代かけてあったんですよね。でその時に教養主義っていうのもすごく機能したんですよ。もともと遡れば教養主義というのは、まあ、大正教養主義って言って、まあ、和地哲郎とか、まあ、なんとかでもいいんだけれども、大正期にすごく教養主義って流行ったんだけれども、昭和期教養主義っていうのもあって、で30年代ってまあ教養主義の時代だったんですよね。でしかもそれが大学、一部の大学のエリートだけじゃなくて一般大衆のみんなが出版物に手にしていくと。でのみならず当時30年代っていうのは大学が大衆化していく時代でもあるんですよね、はい、大学人口が増えるんですよ。だから大正期まではごくごく限られた人しか大学進学しなかったのが、すごく進学率が増えていくことによって、まあなんていうか本を取る機会もすごく増えるというのがあって、でそのあたりを見るとなんかこの批評とか知とかあるいは言論っていうのをもう一回再起動するためのヒントがあるんじゃないかなと思って、まあ、遡ったのが、まあ、この本なんですよね。その時にその座談会なんかのフォーマットが出来上がったということと、それからはこの本の主人公の一人の大谷宗一さんが活躍をすると、すごくこんなに文芸評的な活動をしているというのは知らなかったんですけど、そうなんですよね、すごいですよね。しかもそのなんだ文芸史の
経営状況みたいなそう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 、いや、はいはい、大谷総一はすごく面白い人で、あのもっともっといろんな光を当てるべきだろうに、戦後のあのなんていうかノンフィクションとかジャーナリストとしての大谷流行語大賞みたいな人だと思われてるんですよね。一応総白地とか駅伝大学とかっていう言葉を生み出した人っていう多彩な人ですイメージしかなくて、でそうこの前というか5月ですかね、あの BS 富士のなんていうかプライムニュースっていう夜の番組があ、はいはい、あれ出たんですよ、大谷総一特集つって、あの昭和を作った人を、まあ、中曽根とかなんとか政治家の中に大谷も混ぜ込んでくださっていて、でまあお前大谷について論じてるからなんか喋ろうっつって出てったんですよね、だけどそこで喋らせててもらえることって戦後の大谷なんですよ、うんでしょうね、戦前の大谷ってあんまり喋らせてもらえなくて、でそっち行くとちょっとマニアックというか、やっぱり知的なもの、そう社会との接続点があまり見えないっていうふうに判断されてしまうみたいで、でやっぱりみんなあの戦後の大谷を見て、あのあやっぱり大谷ってそういういろんな造語を作ってすごいな、でも造語って戦前から彼すごくたくさん作っていて、すごくネーミングセンスに長けた人 でそのネーミングとか造語って批評の極致だと思うんですよ僕、そうですね、一言でズバッと言い切ってしまう、ワンフレーズでその対象をつかむってこと、批評の極致だと思うんですよね。なので僕自身はこの本の中で大谷総一をすごく評価してるんですね。でそれは小林秀夫と同時代の人間なんですね、大谷総一って。でところが僕らは文芸批評の歴史っていうと小林秀夫から始まる、あの脈々とつながって、まあ、小林秀夫から始まり、何とかかんとか誰だかいて、で吉本隆明とか江戸潤とかいて、唐谷浩司がいてっていう系譜しか見ないわけですよね。この本では小林秀夫についてかなりあの興味深い記述があって、小林秀夫があの批評というのは、特別な知識や教養がなくてもできることを証明してくれたので、資金が下がっておいたのか書かれてますよね。そこって書いてないよ、違う書いてますよ。そういう書き方でしたよ、なんか、はいはい、ちゃんと横に付箋があったから、このパートのはずだ。ですね、あれ、小林流の高等的、あと私批評ですか、それと2つですよね。ここはちょっと違う場所でしたね、まあ、そういうようなことが書いてあるんですよ、うん、非常にあの爽快だったんですけれども、だから私のことしか喋ってないわけですね。そうそうそう、私批評ってことになって、まあ、まさに今日の話に戻りますけれども、はいはい、モノローグになってしまうってところがあるんですね。みんながありがたって共有するとダイアログになってしまう。あ、それはいいコメントだと思います。あの結局そのみんなが小林に転移していき、で小林と同じロジックで同じようなものを書きたいという欲望に駆られ、みんなが批評家になっていく時代が、まあ、続いたので、結局、まあ、小林エピゴーネンがバーッと時代を作っていき、まあ、中丸光雄なんかはもともとは小林秀夫のエピゴーネンだと思いますけれども、まあ、彼はだから小林との距離感を作るためにデスマス隊っていうのを生み出したんだと思いますが、だからいろんな小林に憧れる人がいてこそ流れはできたんだけれども、でももう一回スタートに戻るといろんな可能性があったじゃん日本の批評でっていうふうに僕は思ってるんですよね。でその中の一つが一例ですけれども、大谷総一みたいにあの私のことはほとんど語ってない、ね、社会のことを徹底して事実を記述していくことによって何かあの新しい知見をもたらしたり新しい作品の解釈をもたらしするような人が、まあ、たくさんいたんですよね当時。大谷は一例に過ぎずその強いキャラクターですけれども、なのでそういう人たちを復活するさせることによって、あり得たかもしれない系譜をもう一回たどり直すということをやってもいいんじゃないですか。でこれは別に僕が扱ったこの時代だけじゃなくて、過去の日本のいろんなところにそういうヒントってありますよ、だから歴史って捨てたもんじゃありませんよっていうのが、まあ、あのこの本で言いたかったことではあったと、はい、とか言ってると時間がなくなってきました。素晴らしい本ならぜひ読んでいただきたいというところで、これもすごくいい本です。あのこのパートが締めくくりとした方がいいですかね、はい、質疑と。そうですね、じゃあ、はい、80年代の話はどうなったのか、ちょっとだけ言われましたね。だけど質問で補いましょう。そうですね、分かりました。ではもともと予定していた1時間少しを過ぎてしまいましたので、ここから皆さんの方でまさにダイアローグをしたいと思いますので、いやそんなのダイアローグ拒否ですとかいうこともなく、できればいろいろ質問していただけると助かります。もし何かご意見がありましたらお聞かせいただきましょう。斉藤珠樹さんにお聞きしたいんですけれども、はい、オープンダイアローグっていう本読んでないのに質問するの申し訳ないんですけれども、統合失調症を対話でその治療するみたいなことが趣旨として書かれているっておっしゃってるんですけれども、これは例えばパーソナル障害とその境界的なものとかっていうのは、僕はダイアローグじゃなくて
モノローグ的なものだと思うんですけど、それとかっていうのは結局この対話的な部分によって治療とかっていうのは可能なんですかね。現著者のヤーコスイクラさんという人によれば、オープンダイアログっていうのは万能ではないと。万能ではないけれども、でもいろんな疾患や問題に有効であると、はい、パーソナル障害とか、まあ、境界例的な部分においても効果があるっていうことでいいんですか。当然含まれてきますし、依存症とかそういった他の疾患に対しても、まあ、かかる期間とか、手法は若干違うようですけれども一定の有効性はあると。でもそれダイアログすることによって症状的な部分が固定化することにはならないです。分裂病的な、分裂も今統括失調症的な部分が対応において効果があるとかっていうことは、まあ、僕あんま詳しくないけど多少イメージができるんですよ。もう偏見かもしれないですけど、パーソナル障害とか境界例的なものがダイアログによって本当に治療の方にうまくいっていくのかなとかっていうのが、読んでないのはあれですけれども、話を聞いてるとちょっとイメージがわからなかったんで、はい、それは私も半信半疑です。ですよね、はい、はい、やってみるまではわかりません。分かる。ただ一応その現著者は有効であると主張していると、はいはい、これからは日本での応用が始まるところということになりますね、はい、これ日本では実践例っていうのはまだゼロなんですか。多分ゼロですね。というか勉強会はいっぱいありますけれども、本丸の統合失調症をやるとしたら、やっぱり病院のバックアップがないと、もし失敗したら誰の責任取るって話になっちゃうんで、なかなかみんなは、あれは素晴らしいというのは手を出せないでいるという。かつ、やっぱりこれ、体制としてしっかりと準備しないと難しいですよね。だから24時間以内にまずスタートし、みたいな。で、常に連日やるわけですよね。そうですね。フィンランドはそういう文化もある。間のそのスパンを、インターバルを空けないっていうことが結構大事なんですよね。となると、それ専属の人をまず用意、だから実験的にやるっていうのも実験的にできないだろうっていうところもちょっとあって、はい、かなり覚悟してやっていかないといけないところもある。時限が結構高いんです、始まるところ。そうですね、はい、でもそれはぜひ実践してほしいなと僕は思ってます。ありがとうございます、はい、他ありますでしょうか、何か全然。あ、次お願いします。もうちょっと私、理系で申し訳ないんですけど、批評家とですね、その作家と、例えればプロ野球の選手がですね、一流選手のコーチ、そういうのってすごく難しい立場ですよね。そういうのどうやってらっしゃるんですか。それとも学問としても批評家っていうのはすごく価値あるまた一つの体系ですけれども、その実際にですね、そういう作品を批評する場合においては自分が作品作るわけじゃないんで、その場合どうでしょうか。はい、これは昔からずっと議論があって、はい、で一番最近の例では2000年代半ばに小説は小説家、小説のことは小説家にしかわからない論争というのがあって、結局批評家というのは常に作家たちから疎まれてきた存在なんですよねつまり小説家がいて読者がいてダイレクトに繋がればいいのに、なんでお前横から入ってきて解説はなんだかんだってやるんだ、頼んでねえよそんなのっていう風な形で、批評家無用論っていうのは何度も行われてきてるんですよね。で、この僕の本の中でも、第2章かな、で批評家無用論っていうのを扱っていますけれども、やっぱり1930年代にも同じく、まあ1930年代って批評の時代だったんですよね。批評家がブワッと増えた時代 でやっぱりその時にも批評家っていらなくねっていう議論がされたんですよ。で、戦後も1950年代にも60年代にも70年代にもで、まあ、2000年代にもですね、やっぱ同じように批評家っていらなくねっていう議論がされて、で時々やっぱりそれが論争になったりするんですよね。で、その時にやっぱりにもかかわらず技術的に理論的にしっかりしたバックボーンを持って作家が書いてるという保証はなかったりとか、あるいは作家が無意識、作家的無意識ってすごく、まあ、なんていうか僕はあんまり好きな言葉ではないんですが作家的無意識をあぶり出すような行為はやっぱり他者にしかできないと思うんですよね。自分が自己解析するっていうほど、まあ、愚かな行為はないので、まあ、それはやっぱり横にいる人たちが、まあ、客観視できる人がそれを言葉にしてやって、でそれ自体がまた別のエンターテインメントとか作品になってれば僕はそれでいいんじゃないかなというふうには思っていますね。0年代の中盤ぐらいに群像かどっかで批評家が理論を出して作家がそれに基づいて小説書くという試みがしばらくありましたよね、ああいうコラボはもっと続いても良かったかなと思うんですけれども、あれきりでしたね、あれはね。
なので、あまり文芸誌の悪口ばっかり言うとあれなので、もしとじゃあポジティブなことを言うと、2000年代前半の文芸誌って結構良かったと思うんですよ、僕実は。斎藤さんが活躍してたからではなく、結構良かったんですよ。いろんな実験やってて、ね、ほら、別冊を結構いろいろ作ったりとか、なんていうか、あんまり言っていけないのかもしれないけど、例えば群像という文芸誌が女性誌を別冊で出したりとかっていうことをやってたりしてとか、さっきおっしゃったようなその作家と批評家のコラボがあったりとか、あるいは古典発掘をしてみたりとかって、結構いろんな試みをやっていて、で僕はあの頃に文芸誌を読み始めたので、僕あれが前提だと思ったら、一気にその後文芸誌って保守回帰していくんですよね。文芸誌に載るような書しか載せないっていう形になっていくんですよね。でこれやっぱり残念なことで、で今まあことあるごとに編集者の人たちに、まあ依頼される側なので、今されるたびにこういうのを入れた方がいいと思いますけどってことはちくりと一言言いながら、まあ依頼を受け入れているんですよね。一応今でもそれこそ局外的な人を取り込もうとはしているわけです。してはいると思うんですが、その取り込んだ後のことは考えてないんですよね。そう、考えてない。とりあえず起爆剤として入れて自分たちが延命するっていうことになってしまう、それはまずかろうと。でその後どうするんだってことは、それこそダイアログしていくべきだと思いますけどね。だから対談をそういう場所に使うんだったらいいんですよ。なんだけど、やっぱり新刊出しました、で新刊について検討会しました、それ活字にしましただとやっぱりちょっともったいないので、なんかもっとやっぱりメタ批評するというか、例えば文芸誌についてもう一回メタに語ってみるって機会あってもいいじゃないですかっていうのは思ったりしますけどね。はい、ちょっと話が途中からずれちゃいましたけれども、こちらの方が うまく話せるかわからないんですけど、コメントしてよろしいですか。はい、今日大沢さんの話とても面白かったです。僕大学時代に文学研究しておりまして、海外文学読むっていうのがすごく好きだったんです。で卒業した後にちょっときっかけがあって、オーストラリアに半年くらい暮らすっていうことがありました。でオーストラリア行ってみると、オーストラリアにしかない植物とか花っていうものがいろいろあるんですね。とかオーストラリアだと特に綺麗な花とかアカシアです。でそういうのを実際に目で見た上で、例えばオーストラリアの文学っていうのを見直すと、なんかすごく理解が深まるような感じって覚えたんです、で今日大沢さんの話で面白かったのは、源氏物語とか昔の物語っていうのも注釈者がいて、それでやっぱりみんな今でも読める、でそういう人がいるから、今でも価値があるっていう話がなんかすごい気に落ちた気がして、今日は面白かったです。あと大沢さんのそのなんか情熱的な語り口がすごいです、ね、あれあそうですか。あれあんまりなんか僕情熱的というより、なんかむしろなんでそんなに透かしてんのっていうふうによく言われるんですけどそれはありがとうございます。ね、熱くいきたいですよね、今日はいろいろ前向きでしたよね。なんかね、なんていうか結構冷静な人ってすごく多いんですよ。今日の話に戻すと、90年代以降、まあ90年代後半以降って社会学的な知とか心理学的な知がすごく全面化していった時代なわけですよね。でそれがもっと今となっては経済学とかの時代になってるわけですよね。でそれってまあすごく冷静な客観的なスタティックな分析なんですよね。でそこにまあ心の入る余地とかテンションの入る余地ってないわけですよね。だけど例えば僕の今回の本もそうですけれども、これだけガリガリと何ていうか7年ぐらい書庫にこもってですね、ひたすらまあ資料と向き合って、で時には眼鏡を外して資料を見るあまり、その雑誌が目にブワッと入って目が切れるとかですね、身体的な苦労を伴いながら、まあ、書いた本って、こういうことをやってる本ってやっぱり情熱があるからこそなんですよね。この本自体見るとすごくなんかこう冷静だし、冷静もないのかな、よくわかんないですけど、まあ結構ロジカルな人だっていうふうにまあ言われるんですが、でもこれを支えてるのはやっぱりもっと何かやりたいっていうテンションですよね。いや、ロジカルとハイテンションさが同居してるからリーダブルだと思いますよ。それはありがたいお言葉です。はい、はい、そうですね。でさっき の発言してくださったことにつなげると、90年代ってさっきちょっとも話出しましたけれども、文化研究というのがすごく流行った時代で、90年代後半から2000年代って。で文化研究って何するかっていうと、まあ、夏目漱石の作品の中にある言葉が出てくると、でその言葉の文化的な背景とかをしっかり注釈していくことによって作品の理解を深めるっていうタイプの
作業をやってたんですが、でそれ自体はすごくいい作業ではあったと僕は思うんですけれども、結局、まあ、当時の限界からさっき言った社会構築主義的な国家はどういうふうにして形成されたかとか、結局まあ国民国家論の時代でもあったので、そっちの流れにバーッと持ってかれちゃったんですよね、文化研究っていうのが。でも本来持ってたその文化研究 の, 懐の広さってもっといろんなところに可能性があるはずで、なんかもったいなかったなっていう気がするので、例えばそっちを深めてってくれる人が いるといいなっていうのは最近よく思うことではありますね。はい、質問です。主に大沢さんにお伺いしたいんですけど、主に、はい、例えば小林秀夫ですとか吉本隆明のような、まあ、カリスマって言われるような批評家評論家がいたとしたら、そのなんか文芸とかよりもむしろその批評家のファンっていうのが、まあ、多分出てくるようになって、そうするとその批評家が好きで、その批評家を形成したもの、その思想ってどこから来たのかっていう根源を探ることで、いろんな思想家とかなんか哲学者とかに行き着いて、それで本を読むとか教養っていうのが広がっていくっていうのは、教養主義の広がりっていうのにもつながると思うんですけど、それって先ほどおっしゃってたこうすごい自己主張の強いとニュートラルじゃない存在の批評家ですよね。そういうファンを取得するような批評家って割とそういう我が強いというか、この人節小林節みたいなのがあると思うんですけど、大沢さんは自分はそういう小林のような存在ではなくて大家さんのような存在でありたいとか、そういうなんか自分の目標みたいな、自分が目指す路線みたいなのはあるのかなっていうのと、あと今さっきのなんか発言で熱いっていうことがあったんですけど、熱い人ってどっちかっていうとその小林秀夫とかそっちの方に行くと思うんですよ。そうするとまた書く文章って変わるんじゃないかなって思うんですが、その辺それでそのやっぱそういう存在って絶対必要だと思うんですよ。なぜなら原点に当たっても難しくてわからないけど、この人がすごいわかりやすく説明してくれてるとか、この人の文章が面白いから、例えば私はラカンの原点は結構難しくてよくわからないけど、でも斉藤珠樹さんの書いたラカンの方もすごいわかりやすくてっていう、それでもっともっといろんな別のところに興味持ってっていう風にやっぱ知識が広がる。だから批評家っていう存在は絶対必要だと思うんですけど、まあさっきの話を伺ってると、批評家にもやっぱ自分節っていうのと、あともっとニュートラルな関係っていうのがいろいろあるんだな。でそれでなんかいろいろ憤りとかも多分感じると思うんですが、大沢さんはどういうのを目指していらっしゃるんですか？これはなんかこう、ここで批評家宣言をしろっていう質問かもしれません。いいですね、むしろ、でも宣言よりも診断してくださいよ、じゃあ斉藤さん。診断なんかこう、お前はじゃあこんな感じだみたいな。でもオープンダイアログは診断しちゃいけないんですよね。しちゃいけないんですよね、はい、会話の中からにじみ出てくるんですよね。にじみ出てくるんですよ。話終わると治ってるんですよ。診断意味がないんです、ね、今のご質問にお答えするとですね、お答えできるかどうか分かりませんけれども、なんていうか、自分のテンションとか自分の考えてるその独画論的 なんか思い込みとか自己主張っていうのが前面に出てくる文章が必ずしも熱いとは僕は思わないんですよね。でそれがよく上滑りしてる人もたくさんいるし、で逆にすごく客観的に書いてるからといってそれが冷めてる文章だとも限らないわけですよね。でさっきも言ったように極力客観的に振る舞おうっていう根底には必ず何か熱いものがあるからこそなんですよね。で大谷宗一の話を出していただいたんですけれども、例えば大谷宗一なんかも客観的な事実を淡々と記録していく、まあ事実批評というか主観よりも客観、事実をひたすら記録するってことに、まあ、どっちかというと新聞の報道記事に近いような書き方をしてるんですけれども、でもそれもやっぱり人に熱は伝わってるんですよね。だからこそ大谷の文章を読みたいって人はたくさんいたんですよね。だから単純に事実だけを述べてる文章だったら他にもたくさんあるんだけれども、にもかかわらず大谷に惹かれるのはなんでなんだろうってことは考える必要があるのが一つで、もう一つはこれは難しい、とても難しいところなんですけれども、この本は固有名批判の本なんですよね。
つまり誰が喋ってるかによってあの惑わされてはいかんっていう本なんですよね。つまり小林がおすすめしてるからこれはやっぱり読まなきゃいけないでしょうとか、あるいはまあ、 あのこれは斉藤珠樹が言ってるから信じましょうとかっていうのはやっぱり危ない方向に行く可能性がありますね。だから自分でそれぞれあの人は間違うこともあるので、今回の作品は良かった、今回の作品はダメだっていうふうにそれぞれ、まあ、そのそろジャッジしないといけないよってことを、まあ、あの言外に盛り込んだ本になっていて、なのであの一方でだからあの熱をたたえた文章にしたいなと思いつつも、まあ、僕自身が言ってるから正しいだろうとか、あるいは僕自身大沢が言ってるから今回の本もおすすめだろうっていうふうにあの受け取るような読み方をしてほしくないなっていうのも実はこの中で言っていて、結構僕の中では両極に分かれてるとは思うんですが、とはいえあの批評家というか批評という行為はやっぱり僕残り続けるべきだと思うので、そのための戦略はあの淡々と粛々とあの構築してあの続けていきたいなとは思ってますけどね。そういうあのフォロワーがね、そういうふうにこの形式を引き継いでいきやすい枠組みを作ったとも言えるんじゃないかと思うので、それはそうですね、そういう立場が非常に、うん、あのにじみ出してると思いますけれども、ただやっぱり人は人にしか関心を持たないという限界があって、そうです、それは中にも書かれてますよね、あの、うん、人物表が一番人気を集めるみたいなことが、うん、とかに書かれてます。座談会も要するにいろんなキャラが組み合わせられて、なんか喋ってるのが面白いみたいな話で読まれてしまうということがあって、結局作家自身への関心が牽引している部分って相当あるので、全くそれはそれを落としてしまうわけにもいかないというところがジレンマのもとかもしれませんけれども、でもあの方向性としてはね、本当にこういうべき批判の方向が正しいかというのもありますけれども、さっき小林では熱い人がうんぬんとありましたけれども、最近鹿島茂さんが、あの一冊の本という朝日の PR 雑誌の中でずっと連載してるんですけど、なぜかですね、半年1年ぐらい前から私のヤンキー本の引用を始めて、小林秀夫ヤンキーになるっていうことを熱く語ってるんですけど、あのちゃんと亀井勝一郎はヤンキーになる、それ結構大変なことですよ、小林秀夫ヤンキーである、小林秀夫ヤンキー、ね、あの亀井勝一郎はそうじゃないとか、すごい周到にですね展開してるんですよ。あの何でもヤンキーで言わないためにね、代表してちゃんと亀井は違うけど小林はどうだったみたいなのを書いてるんですね。一般的には亀井はなんかね、ヤンキーっぽいですけど、そうじゃない、小林の方がそうだってね、それはあのそれこそ勢いがある文章であの気合い入れなきゃよくわからない文章をいっぱい書いたからってことらしいですけど、確かに小林秀夫の翻訳しにくさは有名で、英語にならないですよね、本当に。そうなんですよね、あのその意味で言うと、あの今海外の研究者というか、まあ、あの今回本出したってことでアメリカの研究者の人とかが、あの日本の批評とかを翻訳したいんだけど、どっから翻訳していいかって話を、まあ、いろいろ連絡くださる方がいて、でやっぱり困ったもんで、小林秀夫を訳してくださいっていうしかないんだけど、まずやっぱりまあなんだかんだ言っていきなり、川谷さんはまあすでにいっぱい、あるんだけど、もっと歴史的な蓄積として、うん、まあ、大沢さんいろいろ知ってるみたいだから、うん、なんか助言くださいっていうふうに言うんだけど、でもほらさっき、まさにこれさっきの話じゃないですけど、批評文を読むにもやっぱりコンテクストっていうのが必要なんですよね。そうですね。で例えば江藤潤がなんでああいうあの母についてこだわってたのかって、やっぱりコンテクストを知らないといけなかったり、社会的な時代的なコンテクストを知らないと読めない文章になってしまっていて、でまあ小林秀夫なんてもっとそうなんですよね。なんでここでドストエフスキーを持ち出してんだとかなんとかっていうのがいろいろあって、あのこの本の中で二重底とか多重底っていう言葉を使ってるんですけれども、まあコンスタティブにはあの表面的にはあのまあ、言葉そのものとしてはあのそう書いてないんだけれども、でもその裏にはこういうメッセージを込めてますよっていう、まあ、メタメッセージの部分を読み解くっていうのが、まあ、批評の仕事だとすれば、やっぱり批評文自体もその二重底構造とか三重底構造になってしまっていて、でやっぱりその解説っていうのは必要なんですよね。で小林で言うとやっぱりあのいきなり訳すのは無理なんですよね。そうですよね。美とは何かとかね、本当に全問答みたいなことを言ってるわけですよ。美ということとか非常に訳しづらいですよね。そうそうそう、あれはね、その時モーツァルトに出会ったとかで、これ本当にそのまま日本語で訳すとどうなるの、まあ、エンカウンターとかで言うのかもしれませんけれども、やっぱり難しいわけですよね。日本語の持ってる独特なリズムとか、あのやっぱりそれ自体が作品になってしまっているの で、まあ、どういうふうに紹介するのかなっていうのは今思案しているところではあるんですけど、それこそ大谷総一の方が先でもいいんじゃないと思うんですけど、でもそれやっぱりなんかこれまでの伝統を崩すことになってしまうので、今回の僕の本もあの小林秀夫から連綿とつながってくる批評誌がありますっていう前提で、いやそうじゃない系譜もたくさんありましたよっていうのが機能するわけですよね。
いきなり何でもありになってしまう世界というのは結構難しくて、だからそこは、まあ、それこそ脱構築じゃないですけれども、作っては壊しっていうのをやっていかないといけないんでしょうね、多分ね。そうか、まあ、80年代こういうキーワードを入れ。あとご質問他にございませんか。こちらの方ですかね。あ、いいですか。あ、今日はもう貴重な話ありがとうございました。大沢さんにお伺いしたいんですけれども、その外部から文学が取り入れる力がすごく強くて、取り入れるのはいいんだけれども中で考えることをしていないというふうなご指摘があったと思うんですが、結構近代日本文学ってもう双葉亭四名とか漱石の時代からある種その外部と出会うことによってこう取り込まれてきた経緯があると思うんですよ。大沢さんにとってそのある種の内部で育成していったり、育っていくことが成功したような事例とかというか、そういうことがあるいは可能なのかというところについてちょっとお伺いしたいんですけれども。あ、すみません、双葉亭四名の、いや、近代日本文学時代がある種ずっと外部から何かを取り入れることによって延命してきたというような背景もあると思うんですよ。ちょっと村上春樹とか安倍一茂とかの作家とかも、それをこう内部でこう考えて育てなきゃいけないとおっしゃってたと思うんですね。それをこういう絵であったり方法というのが可能なのかなというところ。なるほど。あ、外部から必ずしも取り入れるのが悪ではないんですよ。外部から取り入れるってことは必ずやるべきだと思うんですが、その取り入れた後にどういうふうにそれをケアするのかってことを考えてないようだと、まあ、内部の人を育てる時のノウハウも育たないだろうっていうのが、まあ、まず第一で、で、まあ、内側でそうですね、やっぱりその時に必要なのは批評家なんじゃないですかね。結局どの時代も作家と批評家って伴走してましたよ。で今作家って批評家をやっぱりあんまり相手にしてないんですよね、うん、っていうか作家が批評家をビビってないんですよね。それはそうです。結局これちょっとすごく嫌な言い方になりますが、今批評家っていないんですよ。うん、書評家はいっぱいいます、はいはい、ライターもいっぱいいま す。でも批評家っていないんですよ。狭い意味の批評家かもしれませんけど、それはで批評家ってやっぱりビビらせないといけないわけですよね。っていうか結構批評家ってさっきも言った通り作家と読者がいて、その間に無理やり入ってくるわけですから、なんていうか自分で自分の領域を作っていかないといけない存在なわけですよね。でそれってある種脅しというか、まあまあなんていうかお前どこで、あ、まあいいや、なんていうんですかね、強引に入ってくるわけですよ。それって、まあ、その時には熱はいりますし、ある種脅しがいるわけですよね。で脅しの一つは例えば教養主義だと思いますけど、教養的なバックボーンをもとにこういうことが言えるんだけどって言って、ああそれ知らなかったやっていうふうに、まあ、作家に何かためになるとか、まあ、ビビるようなことを言うってことが、まあ、批評家の機能の一つ、あくまで一つですけど、一つだとすれば、それが今圧倒的になくなってしまっていて、で作家が結局批評家を必要としてないっていう状況は、ちょっと私の門外から付け加えますけど、日本の作家はかなり甘やかされていると思うんで、編集者が多分最初の批評家であるべきだと思うんですけど、編集者自体がほとんど添削してないんじゃないかと思われるシーンが多分にあってですね、この漫画の発展ぶりは明らかに編集との共同作業が専念していた部分があると思うんですけど、日本の小説がもし今一つだとすればですね、その辺編集者が今一つ踏み込めてないんじゃないかなという懸念が非常にあるし、それに加えて今おっしゃったような外部からの批評家の声も届いてないし、すごくそういった意味でぬるい環境が良くないんじゃないかなと思うところは多分にありますけどね。でもう一つはその成功例はないのかという話ですけれども、結構たくさんあって、さっき作家と批評家が伴走するって話をしましたけれども、やっぱり雑誌を作ってましたよ、昔の人たちは。一緒に作家と批評家が一緒に雑誌を作るっていう行為を今しないんですよね。で結局作家はこれだけテクノロジーが発達していて、自分で雑誌を出せるような、しかもかなり低コストで紙の媒体を出せるような時代にもかかわらず、みんなやっぱり文芸誌を目指してしまうって、もちろんそれ悪いとは言いませんよ。なんだけど批評家と一緒に何か自分たちで雑誌を作るってことはあんまりしないっていうのがあって、で過去の例を見ると、それこそまあ唐谷さんだと中上健二と唐谷が一緒にやっていたとか、まあ誰でも何でもいいんですけれども、まあ、常にやっぱり伴走してたんですよね。でそれはやっぱりそれが可視化されるのは雑誌だったわけですよね。一応でも同人誌っていうのは細々と残ってはいるんですよね、文学どっか雑誌で毎回そういう批評を受けたんですけど、文学でしたかね。あ、そうですね、はい、同人、あれもなくなったんですか。なくなった、あれなくなって、はい、今三田文学がやってるのかな。多分
予想ですけど高齢化が著しいんじゃないかという懸念が大変あるんですけれどもね。他方ででもあの長くは続かないんだけれども、うん、単発的にはあの同人誌は出しやすくなっていて、いろんな人がそれこそ文学フリマみたいな場所でポコポコ出したりっていうのも0年代だと重力とかありましたけれどもね、まあ、そうですね、まあ、ちょっと、うん、いつの間にか答えてしまいましたけれども、だから2000年代にあったああいう同人雑誌ブームっていうのもう一回ちゃんと見直す必要があるだろうなとは。やっぱ雑誌ですね、雑誌文化で生まれるべきものっていうところがで今お話に出された重力っていう、まあ、2002年ぐらいに出ていたあの同人誌で 2号までしか出てなかったんですけど、あれはまさに第1号で書いた作品を第2号の巻末で合評し合うんですよね、相互批評し合うんですよね。じゃあまず誰々の作品から批評しましょうっていう、まあ、全員参加者が出席してお互いに批判し合うんですよね。でああいう機能がまさに作家を育てた、あれはまあある種それのパロディだったかもしれませんけど、そういう機能があったんですよね、雑誌とか集団的な共同作業っていうものの中に。ところがそれが本当に今なくなっていて、そこは僕は残念だなとは思いますけどね。もう一言ちょっと今 の, あの質問にちょっとつながるんですけど、ちょっと個人的な感想なんですけど、あの時代的にあの文学論争っていうのがね今完全になくなって、でそれはあの多分作家同士も 論争に疲れた、多分昔はあの死に物狂いで論争してたと思うんですよね。今はもう作家同士もしないし、でそれはあの我々読み手の方もね、あのその小説の世界じゃなくてもあまり論争しないですよね。あの私はあのその段階の世代ぐらいなんですけど、そういう時代もそうだし、あの作家同士もしない、でそういうことをすれば、あの論争すればね、あのそのもっと厚みのあるあの、まあ、批評、そこに批評家も入るっていうのが、なんか急にあの論争がなくなりましたよね。それは どうしてなんですか。その時代がそうなんだとも分かるし、あの作家がもう論争に、まあ、誰しもくだらないと思ってるのか、そういうことをしてくれると、なんかね、文学に、文学の世界に厚みも、まあ、いい批評家も出てくるんじゃないかと思います。まあ、それは時代が要請してないか分かんないですけど。ちょっと角度を変えるかもしれませんけど、怒るのってパワーがいるんですよね。怒ったり相手を批判するのってパワーがすごくいったと思うんですよ、ある時期は。で今ってあの怒ったり批判するのってすごく低コストでできてしまうんですよね。さっきその星一つだって、お前何の権限があってそんなこと言ってんのっていう話少ししましたけれども、あのワンクリックであの批判できてしまうんですね、相手を。ツイッターもそうですよね。ツイッターもそうです。まさにあの読んでなんだこれやと思えばパパパッとこう140字で書けてしまう吐け口があると。でつまりある時期までは自分 の, あのこの煮えたぎるあの怒りとか、あるいは相手をあの反論してやろうとか、あの言いまかしてやろうっていう、そのエネルギーっていうのはある手続きを経ないと表明できなかったわけですよね。でところが今それしなくても表明できてしまう時代が あると。となるとやっぱりそれあのその代わりその簡単にできてしまう分、簡単に流れ去ってしまうんですね、その批判って。なので結局その事後的に残らないというか、あの持続しないようなあのメディア構造に今なっていて、喧嘩がねあの持続しない。で昔なんか結構大変なもんで、あの月に1回とか月刊誌ペースなどであの批判された、おおなんだこれとか許せないとか思っても1ヶ月待たないといけないわけですよ、反論しようと思うと。でそれじゃあよしこれでよし大丈夫だと思って書いても、でまた1ヶ月後に全然違う方向から批判されるわけです。でこれってずっと繰り返していて、まさに森鴎外が舞姫を書いた時にも舞姫論争というのが石橋人月っていう批評家との間であるんですが、これもやっぱりそのタイムラグによって変な方向にどんどん進んでいってるんですよ。であのまあ、舞姫論争っていうのはあの月刊誌ではなくて、あの新聞の文化欄というか、まあ、当時は文化欄って言わないんだけど、まあ、新聞ベースでやってたので、一応あの結構タイムリーではあったんだけど、でもにもかかわらずやっぱりあの少し間が空くもんだから、だんだんあの末節の方に議論が逸れてくるんですよね。であれなんで俺たちこれ喧嘩してたんだっけみたいな感じになって、うんまあじゃあこの辺でやりますかみたいな感じで論争が終わるということを、まあ、ずっとやってきた歴史があって、にもかかわらずでもまあ、 あの紙に残すってことはやってたと。でそれが論争っていうふうに名指されてきたと。でところが今は、まあ、メディア、まあ、最初の話に戻すとあの全然違う環境になってしまっているので、論争自体が成立しなくなっている構造があるっていうのが一つで、もう一つはやっぱり最初に言ったようにあの
批判するっていうのは自分も疲れることなので、みんな疲れたくない、あるいは嫌われたくないっていうのがすごくあって、で作家もすごくナイーブですよね。あの一回批判されてしまうともうそいつと口聞かないとかっていう、本当にそんな編集者がダメ出し、あ、編集者が聞いた話として、さっきその編集者が指導しないって話ありましたが、編集者の話をすると、あの一回ダメ出しすると次のを出してこなくなるんですって、作家が出してこない、だからこれダメだってちょっと書き直してきてって言われると、はいはい、もう音信不通になるんですって。で結構ナイーブな人こそこそやっぱり作家に今なってるっていうのもあるのかもしれないですよね。そっちのベクトルですかね。そっちの関係なのかな。うん、私もあのいろんな人に関わってアーティストのインタビューとか、映画監督のインタビューとかしましたけど、一番確かにあの脆弱なのは作家という感じは否めないというか、うん、あの逆に言うと、まあ非常にちゃんと分厚い承認の壁に取り巻かれてる感じがしますね。そうですね。その辺を一つ変えられればまた状況が変わるのかもしれないと そこは思うんですが、うん、そういう状況下ではまさに論争難しいというのがありますよね。論争っていうでもメジャー論争っていうと僕は一番最近だと、あとあの吉本ハニヤ論争しか思いつかないですけど、全然最近じゃないじゃないですか。いつの話してるんですか。80年代あ今日のテーマ80年代さすが80年代走りましたですね。そうなるほど、80年代が最後かなと。あのコムデギャルソン論争っていうのがありまして、あの、まあ、皆さんご存知だと思いますが、ある種だから大衆の側につくのか、うん、大衆についてヘラヘラしている場合じゃないよっていうのが知識人はっていう体制ですね。でこれはでも根深いテーマですよね。今は本当にあのもう一つはですね、今大沢さんおっしゃったように付け加えると、結局あの例えば百田何がしがバラのといっぱい言ってますけれども、そういうの見てもですね、 あいつはああいうキャンだからしょうがないみたいな感じで、うん、説得を諦めてしまうとあっさりとですね、そういう傾向もあって、まあ、論争になりようがないっていうところが結構大きいのかなというふうに思いますね。それを生んだのはやっぱ80年代のカタログ文化っていうところもありますよね、はい、こいつはこういう服を着てるからこういうパターン、こいつはこうあの人格とあのコンテクストが一体したようになってしまって、こいつはこういうパターンだから、でそれが行き着く先が結局空気読んで、 あいつはああいうやつだからあの別の種類だから会話しなくていいんだよみたいな感じで、まあ、あの触らずっていうか論争というよりも党派性批判みたいな感じで、うん、あのクラスター消しからみたいな感じで立ち位置論争、立ち位置論争ですよね。ポジショナリティの議論になっちゃうんですよね、はい、それはありますね。だからそれはあのもう一回、まあ、この今回の本では一応あのそのポジションとか立場とか個人の何とかっていうことを抜きに、純粋議論だけで議論できませんかね、難しいかなってことをちょっと歴史的にさかのぼって、まあ、使った本ではあります。論争の仕組みについても書いた本ではあります。そうそう時間が、はい、なんていうか斉藤さんと今日初めてお会いして、なんていうかすごい楽しかったです。なんていうかあのもちろん楽しかったです。ダイアローグがこんなに成立する機会があるとは、初めてダイアローグができたような。聞き役同士で喋るとかがどういうことですよね。そうですね。自己主張で終わらせないというところで、はい、はい、あのちょっとあの予定していた80年代のお話っていうのは随所にはなんとか入れたんだつもりですけれども、あのなかなかうまくできませんでした。あのとはいえ広く80年代の話をしたつもりです。で、あの機会を見てですね、僕自身も80年代の話はあのしばらく半年ぐらいあのいろんなところでしていこうと思っていますので、まあ、もしあのご興味ご関心がありましたら、あの別のイベントにも、まあ、こういうこと言ったらいけないんですかね、ここで。あの別の場所でもあのいろんなイベントに出ていますので、そちらにもお越しいただけると、もしかしたら80年代についてがっつり喋ってる機会に出くわすこともあるかもしれません。あのその種の文章も多分今年後半にはたくさん書くと思います。あの今日は本当にいろいろ方言もありましたけれども、あの丁寧に聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。